ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて今回は何を解説してくれるのかな？今回はお縄になった漫画家を見ていくんだぜ。私、アニメや漫画は詳しいけど、漫画家先生についてはよく知らないのよ。今回の解説では有名作品の原作者もいるし、お縄の内容も衝撃的なので興味を持ってもらえるはずだぜ。知りたくなってきたわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は小畑武史先生から見ていこう。代表作品は、デスノート、バクマン、ヒカルの碁があるぜ。アニメ化、実写映画化もされた超有名作品。1998年に、堀田由美さんとタッグを組んだヒカルの碁が連載スタート。ごく普通の小学生の少年が成仏できなかった天才囲碁棋士に取り憑かれ、やがては囲碁の世界で神の一手を目指していくストーリーだ。この作品がきっかけで、囲碁ブームになるほど人気だったわよね。2003年には、大罰組さんとのデスノートが連載スタート。名前を書いた人間をデスできるノートを手に入れた高校生が、犯罪のない新世界を作ろうとデスしまくり、解決に挑む天才探偵との頭脳戦だ。二作品とも原作漫画を読んだことがない人でも、一度くらいは絵を見ていると思うわ。ところで小畑先生はなぜお縄に？2009年9月6日の深夜、小畑先生は車で出かけ、路上に停車中。ヘッドライトの片方が点灯していないと、警察に止められ職質を受けたんだ。そんなことで職質を受けちゃうものなの？先生はスキンヘッドにヒゲのワイルドなビジュアルだから怪しく見えたのかもな。その後、車内からアーミーナイフが出てきて、小畑先生はキャンプ用のもので、車内に入れたままだったと答えたが、正当な理由なく所持したということでお縄になってしまったんだ。このことはニュースでも報道されて、ネット上では先生かわいそうと同情の声がファンを中心に集まっていたぜ。この時って先生は何か連載はしていたの？週刊少年ジャンプでバクマンの連載中だったからファンも心配をしてたんだ。だが先生も反省しているとのことですぐに釈放されて、集英社からもお咎めなし。連載に影響が出ることはなかった。いい作品が打ち切りにならなくてよかったわ。二人目は恵比寿義和先生を見ていこう。あのローカル路線バス乗り継ぎの旅で自由人代表だった恵比寿さんだよね。恵比寿さんって漫画家だったの？バラエティ番組以外にドラマや映画にも多数出演してるが、本業は漫画家だ。1973年に漫画雑誌ガロでデビューして、今も現役の大ベテラン先生だぜ。タレントになったきっかけは、何だったの？80年代に劇団東京乾電池のポスターを描いた縁で、座長の江本明さんから、舞台出演のオファーを受けたんだ。その舞台が芸能関係者の目に留まり、バラエティ番組に出演するようになった。きっとその頃からキャラが立ってたのね。ところで恵比寿さんは、どんな漫画を描いてるのかしら？代表作には地獄に落ちた教師どもや家族天国などがある。なんか想像してたのと違う。作風はシュールで不条理なブラックジャンル。下手馬漫画のジャンルでは第一人者とも言われているぜ。人の心の闇や狂気をテーマにした独特な世界観でコアなものが多いが、刺さる人には刺さるようだ。売れっ子漫画家というわけではない？読む人を選ぶ作品だからな。もしかして芸能界での方がご活躍？同業者の倉田真由美先生団では、恵比寿さんの漫画の収入は全収入の1割以下じゃないだろうか、とのこと。じゃあ9割はテレビの収入？それでも恵比寿先生にとって、タレント用はアルバイトというスタンスを貫いている。ではそろそろ本題に移るんだぜ。1998年11月に麻雀賭博でお縄になり、4ヶ月間の間、芸能活動自粛となった。ギャンブル好きは有名だけど、賭け麻雀でお縄になっていたとは。レートも低かったので、翌日には釈放されたが10万円の罰金を支払うことになった。マスコミにも即バレし、謹慎となりかなり高くついてしまったようだ。その後、二度と賭け事はしません、賭けてもいいです、と恵比寿節を炸裂させたぜ。恵比寿さんらしいわね。三人目は島袋光俊先生を見ていこう。島袋先生は1997年から週刊少年ジャンプで世紀末リーダー伝武史を連載開始。ワンピースに続く人気作品だ。どんな作品なのかしら？主人公の武史は生まれた時からヒゲボーボーの小学1年生。周囲からリーダー的存在と呼ばれ、その名に恥じない超人的肉体と男気の持ち主。ギャグあり、バトルありのザ少年漫画だが、深い話もあるハートフルラブコメディーだ。面白そうで気になるわ。
そして作者の先生が何をやらかしたのかも気になるわ。2002年8月7日、先生は携帯サイトで知り合った16歳 JK に8万円を払い交際したことでお縄になったんだ。この件はニュースでも報道され、ファンの間でも大きな衝撃が走ったぜ。また別の16歳 JK 2人とも同様の事実が発覚し、再度お縄となった。これは完全にアウト。連載はどうなっちゃったの？先生がお縄になった2日後の8月9日に、週刊少年ジャンプから、未完のまま打ち切りになることが発表された。最新刊のコミックスは発売中止、既存コミックも絶版となってしまった。続きが読めないって一番辛いわよね。作品に罪はないと思うんだけど。連載は最終章でついにラスボスと対決して、というタイミングだったからなおさらだ。辛すぎる。だがその2年後の2004年、島袋先生はスーパージャンプで復帰し、世紀末リーダー伝たけし完結編の連載が開始され、真の最終回を迎えた。絶版になっていたコミックスはワイド版となって復活したんだ。よかったわ、ファンも涙目ね。さらにその後、週刊少年ジャンプでグルメ漫画トリコの連載を開始すると、大人気作品となり、アニメ化もされ、連載は8年間続いた。もうファンを悲しませることはしないでね。4人目は和月信弘先生を見ていこう。代表作は誰もが知ってる、るろうに剣心明治剣客ローマンタンだ。大先生じゃないの。1994年から5年間続いた連載はるろ剣の略称で多くのファンに愛され、アニメ、実写映画化などメディア展開するほどの人気作品だ。内容は説明不要だと思うが、ざっくり話すと、幕末期に伝説の刺客として名を轟かせた日村剣心が、新しい時代を迎え、食材の答えと生き方を探し流浪していく物語。でもかつての宿敵たちがそっとしておいてくれないのよね。ああ、また見たくなってきたわ。連載終了から18年後の2017年にはジャンプスクエア10月号で、るろ剣の続編北海道編が連載開始された。ファンは嬉しいわよね。だが新連載が始まってすぐの11月21日、和月先生は書類送検されてしまった。まさかこのタイミングで？和月先生の場合はお縄ではなく、書類送検だが、ニュースでも報道されてしまった。一体何をやらかしたの？報道によれば、10代前半少女のジポ系 DVD を複数所有していたそうだ。小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった、と供述していたこともわかり、ツイッターでトレンド入りするほど大きな話題になった。これはショックよね。また島袋光俊先生の愛称である島ブーも同時にトレンド入りする謎現象が起こった。そちらはそっとしておいて差し上げて。それより連載が心配だわ。ジャンプスクエアはニュースが報じられた当日に当面の間休載と発表。多くのファンが心配していたが、7ヶ月後に連載が再開されたぜ。今後はファンを心配させないでほしいわ。5人目は鈴木健也先生を見ていこう。代表作は、教えてギャル子ちゃん、ろうそく姫があるぜ。教えてギャル子ちゃんはショートアニメ化されたのを見たことあるわ。ギャルとオタク登場、3人の JK がガールズトークする学園日常コメディーよね。2016年1月から東京 MX で3ヶ月間アニメ放送されていた。原作漫画は2014年からコミックウォーカーで連載がウェブ配信されていて好調だったが、2021年12月に、鈴木先生をめぐってネット上で騒動が起こったんだ。何があったの？ことの発端は毎日更新していた鈴木先生のツイッター更新が1週間以上も途絶え、心配した友人の漫画家がツイッターで情報提供と拡散を呼びかけた。鈴木先生の家族の同意も得ていて、すでに警察に捜索願いも出していたそうだ。なんかすごいことになってる。ツイッターでも事件や事故に巻き込まれたか、本人の意思での失踪など憶測が飛び交った。無事だといいんだけど。だが数時間後、友人漫画家は鈴木先生の無事と感謝を伝えるツイートを投稿。その時点で詳しい経緯は伝えられなかったが、後日、鈴木先生がお縄になっていたことが発覚。なんと。だからツイッターの更新もできなかったわけか。でもその友人も気まずいよね。複雑な心境を投稿していたぜ。ところで先生は何をやらかしてお縄に？ドイツからジポ系の写真集を輸入したんだ。またもやこれ？日本では手に入らない海外の写真集がどうしても欲しかったとかで、自宅からは、その手の写真集が46冊も押収されたそうだ。これらは漫画用の資料ではなく、個人的な興味で購入したとされているぜ。
やっぱり連載続行は厳しいのかしら？コミックウォーカーでは連載休止と公開停止が発表された。だがお縄になる半年前から連載はストップしていたので、ショックは少なめかと思うぜ。6人目は漫画原作者の松木達也先生だ。漫画家の宇佐崎城先生とタッグを組み、2018年1月から週刊少年ジャンプでアクタージュを連載していた。ふむふむ。松木、宇佐崎亮先生はタッグを組んだデビュー作から話題になっていた。アクタージュは2作目にして初連載ということもあり、注目度も高かったんだ。どんな内容なのか気になるわ。主人公は天才的才能を秘めた、女優志望の女子高生。一人の映画監督と出会い成長していく物語だ。ガラスの仮面みたいね。でもジャンプにしては珍しい作品じゃない？だがコミックス累計発行部数300万部を超える人気となった。また演劇界からの評価も高く、2022年に舞台化することが決定した。これはアニメ化も夢じゃないかも。連載は2年目に突入し、ストーリーも最高潮に盛り上がっていたところ、原作者の松木先生がお縄になってしまった。このタイミングで何をやらかしたの？お縄になったのは2020年8月8日。自転車で女子中学生に近づいて、追い抜くタイミングで体を触ったんだ。はぁ？また同様の件が起きていて、こちらも関与していたことが発覚した。これはかなりヤバいと思うわ。今までの先生たちのように恩情をかけてもらうことは厳しそう。残念ながらアクタージュは打ち切りが決定した。12巻まで出ていたコミックスは無期限の出荷停止、新刊も発売中止と発表された。連載打ち切りはファンもショックよね。続きが気になるところでの打ち切りだったから、ショックより怒りの声が多かったんだぜ。SNS では塀の中で駆けと追われ状態。続きが読めない苛立ちからか、被害者を叩くような投稿もあり問題視されていた。安当たりもいいとこよ。そうしたところ、作画担当の宇佐崎城先生が読者に向けてメッセージを投稿したんだ。ファンへの感謝と気持ちを理解した上で、作品が終了するのは、被害に遭われた方のせいではありませんと断言。今後、被害者がアクタージュ作品を見聞きした時に、当時の記憶が、フラッシュバックする可能性を考慮して、作品終了は妥当と判断したそうだ。宇佐崎先生もある意味では被害者なのにね。そんな中で、被害者に寄り添う宇佐崎先生のコメントに称賛や今後の期待が寄せられた。その後、宇佐崎先生は他の原作者と組んで、読み切りの作画を担当しているぜ。頑張ってほしいわ。今回の解説はどうだった？連載をストップさせるって、お縄レベルに罪が重いことだと思うのよ。先生たちにはそういう自覚を持って、二度とファンを悲しませないでほしいわ。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。